こんにちは、茂木和也です。皆さん、掃除機はどんなものをお使いでしょうか？最近ですとコードレスのものを使っているという方がですね、とても多いのかなというふうに思いますが、我が家もそうでして、ダイソンのコードレスの掃除機を使っております。型式は V8 ですね。なので少し前のモデルになりますけれども、全然ですね、壊れることもなく快適に使っております。で、それをメインに1階のリビングダイニングを中心にホコリ取りをですね、しているんですけれど、前はですね、ルンバもよく使っていました。でも最近はですね、ルンバはなかなかかけれていません。家からですね、出る機会が本当に減りまして、ルンバを動かすにしても結構長い時間ルンバ動くじゃないですか。だから家にいるときはルンバ動かすとですね、ちょっと仕事に影響が出ますから、まあ、撮影とかできなくなるんで、うるさいですからね。家から出るにしても買い物したりですね、子供たちの送り迎えとかってあるんですけれども、すぐに戻ってきてしまうので、まあ、なかなかかけれないということで、ダイソンのですね、コードレス掃除機使ってるんですけれども、とてもですね、コードレスですから、さっとこうですね、掃除機を持ってきて簡単に掃除機がけできるというところが魅力的なんですけれども、とはいえですね、結構重さがあるんですよね。ほんのちょっとですね、ゴミがあったり、少ないスペースだけかけたいっていう時には億劫に感じてしまうところがあって、もっともっと小さなハンディタイプの掃除機があればいいなと思ってですね、ネットでいろいろ調べていったらですね、見つけました。それがこちらです。もう結構小さいですよね、箱からして。私の手がこうですから。では開けてみましょうか。まあ、開けてみましょうかと言ってもですね、一回開けてはいるんですけれども、本当に小さいんですよ。はい、先ほど箱には黒色の掃除機がですね、ついていましたが、黒と白があってですね、白の方を買いました。はい、こういう感じ。ここにノズルを入れてですね、掃除するという感じですね。で、そのノズルなんですけれども、はい、3種類入っていました。これが一番小さいやつですね。つけてみましょうか。はい、こういう感じ。はい、ほんと小さいですよね、これだと。そしてもう一つがこれですね。ちょっと横に口が大きくなってしまいますけれども、先ほどのよりは。ただこの毛がついてるのが嬉しいですよね、こういう感じで。こうやって縦にしても、こう横にしてもいいですよね。そうすると、より細い隙間のですね、ホコリを取ることができますよね。ドアレールとか、いいかもしれませんね。そしてもう一つが、これですね。先ほどのよりも、長さはあるけれども、毛がないというタイプですね。こっちの方が、ドアレールにはいいですか？うん。長さがありますからね。これがもしかして一番使い道がありそうな感じですね。で、どんな時に使いたいかというと、とにかくですね、我が家の場合、うちの息子たちがですね、ソファーでポテトチップスのようなお菓子をよく食べてですね、ボロ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 こぼしたりするんで、それをですね、さっと掃除する時に使いたいなというところがまず一つと、あとですね、長男も次男もですね、ダイニングテーブルで結構勉強したりするんですけれども、消しゴムのカスがよく出るんですよね。その消しゴムのカスをさっとですね、取りたい時にこのコンパクトさですから結構使えるのかなというふうに思いました。それとこれも子供のことになるんですが、うちの上の子がですね、野球をやってるんですよ。で、練習や試合で帰ってくると、とにかく部屋の中に砂が落ちるんですよ、よく。で、広くですね、砂がこぼれていると諦めついてダイソンでかけてしまうんですけれども、ほんのごく一部こう砂がですね、パラパラっと落ちている時はですね、やっぱりわざわざですね、ダイソンでも持ってきてですね、やるのがですね、ちょっと面倒に感じる時があるんですよね。なのでこれをですね、ソファーの後ろの棚にでもですね、上げておくと、さっとこう取り出してですね、落ちた砂をさっとこう取れていいのかなというふうに思ってですね、買ったわけなんですけども、それ以外もですね、今回これ1個買って使い勝手がいいなというふうに感じたら、車用にですね、もう1個買おうかなというふうにも思っております。では引き続きちょっと見ていきますね。で、付属品でもう1つありました。こちらケーブルなんですけれども、 USB のこれ USB-A っていうんでしたっけ、今じゃあまり見なくなった大きいタイプの USB と、あとこれですね、これマイクロ USB っていうタイプですよね。これ今マイクロ
USB じゃなくて USB-C ですか、主流になりつつあるのは。両方がそれだとなお良かったんでしょうけれどもね、これが付属で付いてきてます。だからパソコンからも電源を取れたりできますよね。そこは便利なところかなと。ここに差し込んで充電ができる。はい、こういう感じですね。そして本体をこう少し回してですね、で引っ張ると簡単に離れるんですけれども、そうするとここにフィルターがついてるんですよ。これですね、水洗いできるそうです。はい、これは嬉しいですよね。では回してみましょうか。電源がここですね、こんな感じ。ここから空気が出てるんですね。音どうでしょうか。結構音しますね。結構音します。うん、結構音しますね。吸引力は音の割にはそんなないような感じがしますが、ホコリがないので何かをこう撒き散らしてですね、ちょっと吸ってみましょうか。ティッシュをですね、まあ、実験にですね、こう撒き散らして。ティッシュだと軽いんで、まあ、吸引力がどのぐらい強くかちょっとわからないかもしれませんが、まあ、どんな感じかだけでもですね、ちょっと見ていただきたいなと思うんですけれども、音が結構うるさかったですね。はい、で開けてみましょうか。ティッシュがどこに行ったかというところですが、まあ、もちろんここにあるんでしょうね。うん、はい、ここに溜まってるんで、あとはゴミ箱にサッと投げると。そしてこのフィルターが汚れてきたら水洗いできるというみたいですね。そしてこの大きさなんですけれども、比較の意味で私が使っている 600ml のタンブラー持ってきました。はい、こんな感じ。高さは同じぐらいですね。幅はですね、まあ、こんな感じで若干上の方は小さいといったところですね。非常にコンパクトですよね。そしてこのままですね、ポンとテレビ台でもいいですし、我が家の場合はですね、ソファーの後ろにですね、棚がありますから、そこにポンと置いておこうかなと思うんですけれども、見た目もですね、いいですよね。質感もですね、こうマット調な感じで、プラスチック感がないですし、ツルツルしてないので、手垢といいますか、皮脂がですね、つかなくて目立たなくていいですよね。それでこの値段なんですけれども、今回このハンディクリーナーをですね、私は楽天で買ったんですけれども、3300円でした。送料無料ですね。税込み3300円です。でもアマゾンの方がですね、安いですね。今アマゾンで調べてみたら2830円ですね。しかも送料込みですからね。なのでアマゾンで買った方がですね、安く買えますね。なのになんで私が楽天で買ったかというとですね、ポイントが残っていたか、あとはお買い物マラソンだったからだったかもしれませんね。私が買った楽天のお店とアマゾンのページのリンクを概要欄に貼っておきますね。ということで今回は軽量でコンパクトなポータブルクリーナーのご紹介でした。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも